今日の御言葉、マタイの福音書7章21節から24節。私に向かって、主よ、主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には多くの者が私に言うでしょう。主よ、主よ、私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし私はその時彼らにはっきりと言います。私はお前たちを全く知らない。不法を行う者たち、私から離れていけ。ですから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。私たちは時に自分が信仰深いものだと勘違いして、自分の好き勝手に信仰生活を歩みます。そして自分は神様のためによくやったと自分自身を誇ります。しかし本当に大事なことは、主の御心を行うことです。私がしたいことではなくて、主のなさりたいことを私たちは実行していきます。主の御心を行う者には最後永遠の命が与えられます。私たちは神様の御心が何かをしっかりと祈り求めて、それを忠実に行うことによって、岩の上に自分の家を建てていきます。 All for Jesus!